スイスフラン、フランス語、フランススイス、イタリア語、フランコスフィーツァー、ロマンシュ語、フランスビザーは、スイスとリヒテンシュタインの通貨。加えて、イタリアの飛び地ョーネディイタリアの通貨、ドイツの飛び地ビュー人ンの非公式な通貨である。通貨記号は、FR、SFR、スイスフラン、ISO4217 の通貨コードはスイスフランで表す。 補助単位は、それぞれの言語でラッペン、3チーム、チェンテージも、ラップと呼ばれ、1フランの100分の1に値する。対円レートは固定相場制の時が89、83円、変動相場制に移行してからは65円から150円の間で推移している。スイスフランは、従来より、国際金融市場において、イギリスポンド、ドイツマルク、 フランス・フランと並ぶ重要な通貨であった。欧州連合統一通貨ユーロの誕生後は、ユーロ圏に浮かぶこととなってしまっても、なお、国際社会における衛星中立国スイスの地位により、金よりも硬いと言われるように、世界で最も安定した国際通貨として知られており、その重要性はいささかも変わっていない。戦争などの有事や金融危機などの際には、 日本円などとともに、避難下とも呼ばれ、フランスオーバーが上昇する。外国為替市場における取引量は、米ドルユーロ、日本円、A ポンドに次ぐ取引規模を有し、また国際決済通貨の一つであるため、自国の通貨が不安定な国家では、世界との貿易に、米ドルに代わって、スイスフランが使われることも多い。 最初の1フラン銀貨1851年名1848年のスイス連邦成立時、各関東でバラバラであった通貨を統合することになり、1850年に正式にスイスフランが制定された。当時のフランスフランに倣って、品位910両5グラムの1フラン銀貨をもって基準通貨とする実質的な銀本位制であった。最初に鋳造された、 フラン効果は写真のデザインのもので現在の効果とは違う図案であった。1、2.1、2.5フラン銀貨がパリゾー兵局でフランスフランと同じ仕様で鋳造された。スイスはその後1865年のラテン通貨同盟に参加し、さらに1876年にはフランスに続き金本位制に移行した。この通貨同盟の加盟国ベルギーは すべての銀貨の品位を引き下げ補助貨幣にすることを提案したが、フランスの猛烈な反対にあい、5フラン銀貨を本位貨幣として残すことになった。つまり、実質的には金銀副本位制となった。この決定を受け、スイスも新しいデザインの効果を鋳造した。1874年から2フラン銀貨、1875年から1。 二フランと一フラン銀貨が鋳造され発行されたのである。この銀貨は品位を835に落とした補助貨幣であり、そのデザインは現在に至るまで変更されていない。なお、五フラン銀貨は日に、900のまま1928年まで鋳造されていた。リヒテンシュタインでは過去においてはオーストリアと経済的つながりを持っていたため、 通貨もクローネン基準であったが、第一次世界大戦以後は、スイスとの関係が強まり、通貨もフラン基準となった。1924年までは独自の流通用の銀貨が発行されていたものの、現在は、スイスの硬貨と紙幣がそのまま流通し、独自の通貨は、記念硬貨など、収集家向けの硬貨のみを発行するに止まっている。2015年1月15日、 スイス国立銀行は2011年9月から1ユーロイコール1.2スイスフランに設定していた対ユーロ上限を撤廃し為替介入を廃止することを突然発表した。これにより同日には一時1ユーロイコール0.8517フランの過去最高値をつけユーロに対して41%の上昇となった。このスイスフラン冒頭に連鎖して世界の株式市場の下落や 外国為替証拠金取引の混乱。アルパル有形等の超大手両外商の倒産などの混乱が発生した。フラン、円の場合で例えると、わずか数分の間に約53円の上昇から約30円の下落となり、その後数時間は円単位で相場が乱高下した。1フライ効果1880年名後フラン効果、ウィリアムテルと言われているが実態は不明スイスフランの 硬貨スイスの現行硬貨は5.1020ラッペン12.12.5フランの7種類。かつて発行されていた硬貨として1ラッペン硬貨と2ラッペン硬貨がある。前者は発行末期にはセット販売用に製造されていたが2007年1月1日に廃止された。 後者は1974年で製造が打ち切られ、その後1997年に廃止となった。こちらはすでに多額面効果との交換が終了しており、通貨としての価値を失っている。スイスの効果はこれまで様々な材質で製造されてきており、これらが長期にわたって流通している。しかし、近年になって自動販売機の普及、 銀行の ATM での硬貨の利用の増加などにより、支障をきたすようになった。現在の硬貨はゴラペンのお童貨を除きすべて白、銅貨である。かつてフラン硬貨は、835品位の銀貨であったが、1971年以降、回収が行われ、現在は、市中で銀貨を見かけることはない。また、5.1020ラペン硬貨のうち、 純ニッケル素材の効果も2004年に流通停止になっている。この他5フラン効果も周囲のギザに相当する部分に刻まれた文字がレリーフ状になっているタイプと彫り込んだタイプが存在し、この彫り込んだタイプも自動販売機の誤作動を招くために流通停止となっている。20ラッペン効果と1、2フラン効果は現在では同じ、白銅化として製造され流通しているが、 20ラッペン硬貨より1、2フラン硬貨の方が、高額面にもかかわらず、サイズが小さく、重量も軽いのは、かつて1、2フラン硬貨が銀貨だった名残である。現在流通している硬貨のうち2フラン以下の6種類の硬貨のデザインは、フラン硬貨がヘルベティア女神の立像、ラッペン硬貨が同じく銅像で、これらの図案は1870年代から変更されていない。 材質こそ、銀や、純ニッケルから白銅に変を、変後、おおむね150年もの間同じ、デザインの効果が流通しているような国は、他には全く見当たらない。これはいかがに、スイスフランが安定している通貨であるかの裏付けに、他ならない。なお、低、中学面効果のヘルベティアメガミ像に対し、最高学面のゴフラン効果のデザインは、ウィリアムテルとなっている。このゴフラン効果は、 広く一般に流通している硬貨においては日本の500円硬貨と並んで先進諸国の硬貨では最も実質価値の高い額面の硬貨である。20フラン金貨1897年名この他の硬貨として1880年代から10フラン、20フランの本位金貨が流通していた。20フラン金貨はラテン通貨同盟の基準金貨で フランスの20フラン金貨と同じ6 4 5 1 6ムの重量を有する金純度90%の金貨でアルプスの少女ブレネリが描かれていた。スイスの硬貨においては公用語べてを持って国名表示することが困難であるため基本的に国名はラテン語名のヘルベイシャまたはカンフォードレシオヘルベチカの名が使われている。なお硬貨の理念に描かれた花輪は 1,2ラーペンが月桂樹、5ラーペンがぶどう、10ラーペンが菓子の葉、20ラーペンが尺投げとなっている。フラン効果には各種の植物の組み合わせの花輪が描かれている。5フラン効果にはエーデルバイスも描かれている。スイスの効果は最初にも記したが、概ね1875年以降現在に至るまで図案の変更はなく、種類に乏しい嫌いがあるため、 収集家は、勢い記念効果の収集に走るが、通常効果を年号別に収集すると膨大なコレクションになるので、一部のマニアのターゲットになっている。スイスの効果は、原則的にベルン造兵省で鋳造されているが、初期の効果に関しては、パリストラスブールブリュッセルで鋳造されたものがある。各々の,の,の鋳造効果は、次の通りである。効果には、 ミントマークを刻むのが習わしであったが、1970年代から80年代の一時期すべての効貨からミントマークが削除された時期があった。スイスではこれまでに様々な記念の効貨も発行されてきたが、中でも1855年から発行されている射撃大会の記念効貨は、希少価値も高く、コレクターの注目アイテムである。1970年代以降は、 ほぼ毎年各種の近年硬貨が定期的に発行されているほか、コレクター向けの地金型、収集型の金貨や銀貨も発行されている。日本ではこれらの収集型金貨は予約し、抽選で購入者が決まることが多いが、スイスではほとんどの場合、銀行等で誰でもすぐに購入できる。また、造幣局のウェブ通販で海外からも購入できる。 各国の記念硬貨の例に漏れず、スイスでも通常使用のものとプルーフ使用のものが発行されている。スイス国立銀行より10フラン、20フラン、50フラン、100フラン、200フラン、1000フランの銀行券が発行されている。発行が停止されたが2020年4月30日まで有効な紙幣として500フラン紙幣がある。 2008年3月14日、アメリカ合衆国ドルとスイスフランが同じレートとなった。これは歴史上初の出来事である。2015年1月の急騰についてはスイス国立銀行を参照されたい。スイスフランは世界中の国で外貨準備として用いられており、2011年では第5位の通貨である。外貨準備における主要通貨の比率の推移。 ありがとうございます。